救い手と言いますか、救いというものは他者がもたらしてくれるものでしょうか、それとも自分の中に見出すものでしょうか。ですね、これは難しいわけです。仏教の修行では悟りを自力で得ようという、そういった流れと、悟りは全て他力であると、その浄土真宗南無阿弥陀仏の全ては阿弥陀様に委ねて他力本願という教えと。しかし仏教の根幹の教えは縁起の法であります。つまり自分と他にはつながって一体だってことなんですね。皆さんも自分だけの力じゃ生きてないし、どんな人もそうです。だから自他力一体という考え方があります。まあそういった意味では分かりやすいと、自分で努力してると他人の助けも来るし、他人の助けが来るってことは自分の努力もあるし、という考え方もあると思います。よってここでは方便ということになります。禅とかは座って自力で悟るみたいなイメージがあります。そうすると有名な禅のお坊さん、曹洞宗開祖道元、これは悟りは自ら求めて得るものではないと、大自然の摂理が与えてくれるものであるというような話し方をするわけですね。で、まあ、一方他人に頼ってばっかりで怠け者である場合は、やっぱその逆に自分で努力しなきゃ、仏教は依存の教えじゃありませんよと、自分で求めなければそれは与えられませんみたいな言い方もします、というところが今までの私の学びの結果ですね。だからこれに対する言葉によるどんな人にも当てはまる教えはないですね。皆さんが、まあ誰か先生がいて、皆さんが依存的だと思ったら自力を強調し、そして皆さんが自力で力みすぎてると思ったら、自分で全てできるわけじゃなく与えられるものだからみたいな感じで、こう緊張をほどくみたいなものだと思います。でも本質的には自他一体ですから、ということです。